時計の針は夜7時を回りました。 FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆さん、こんばんは。沖縄で頑張る人と人、出会いを紡ぐラジオプログラム、アイネットラジオ、パーソナリティの吉田哲太郎です。さあ、そして最近ちょっとこの番組一人パーソナリティが続いているんですけれども、今日もですね、パワフルに沖縄のスポーツを縁の下で支えてくださっている方にお越しいただいております。東洋グリーン株式会社スポーツターフ営業部沖縄営業所長でいらっしゃいます石井陽介さんにお越しいただきました。石井さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。実は先ほどもね、ちょっとウェブサイトのインタビュー記事でたっぷり1時間ほどお話を伺ったところなんですけれども、またラジオでもちょっと同じような話になっちゃいますけれどもね、はいはい、よろしくお願いします。ぜひ1時間たっぷりお付き合いいただければと思います。はいはい、まずですね、沖縄、サッカー大好きという方も多いんですけれども、はい、まずはサッカーに携わる、そしてサッカーにとってもう命でもある芝ピッチに携わるお仕事を石井さん、はい、されてらっしゃいますよね。はい、まずは石井さん、どんなお仕事をされてるかというところから教えていただいてよろしいですか。はい、選手が安全にサッカーできるように、サッカーだけじゃなくてスポーツが芝生の上で安全にできるようにということで、クオリティの高い芝生を準備できるように管理をしています。はい、そしてその中でもどのようにこう沖縄にご縁があったのかというところまでまず伺っていきたいんですけれども、ご出身山口県ですよね。そうですね、山口県です。はい、大体僕と同世代って言って失礼ないですかね。大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、はいはい、今年38歳になられるということで、はい、僕もスポーツ取材でちょうど伺ったことがあるんですが、はい、山口県の下松市のご出身ということ で、はい、です。そしてもう学生時代からサッカーはお好きだったんですか。そうですね、始めたのは小学校3年生の時に始めまして、はい、ちょっとサッカーの盛んな地域ではないので、中学校はサッカー部がなかったのでバスケットボール部に所属して、ここで、はいはい、もう一度サッカーをというふうになってます。ね、そう、もう今でこそサッカー部が中学校にないって信じられないって、もしかしたら若い世代の人たち思うかもしれませんけど、はいはい、意外とそうでしたよね。そうですね、特に自分の地元はなのかもわからないですけれども、山口県というところはそこまでそのサッカーが盛んというわけでもなくて、ただ自分の周りにはそのサッカーをやってる人間も多かったので、自然とサッカーをやるっていうふうにはなりましたけれども、はい、もう今でこそ J2 で頑張ってるレノファ山口というチームがあって、はいはい、沖縄の選手もね、はい、在籍したりというところではありますけれども、はいはい、まずサッカーにきっかけ、はい、こう興味持ったきっかけってあんまり盛んではなかったけど、サッカー面白いなって思ったのは何かきっかけあったかって覚えてますか。単純に同級生がサッカーをやっていたっていうことと、はい、ソフトボールもこう一緒に何ですかね、周りやってる方が多かったんですけど、ソフトボールは4年生からしか入れないと、でサッカーは3年生から入れるっていうところ で、はい、であとキャプテン翼っていうね、やっぱりそうですね、漫画があったので、まあそこからですね、単純に早く入れて、うん、一生懸命になれるものだったので、そこからかな、サッカーをっていうところは。そうですね、はい。で中学時代はバスケ部だったけれども、はい、実は学校終わってからも、そうですね、夜クラブチームに所属してたので、はい、そんなに頻度は高くないですけれども、バスケットをやって夜、サッカーやりにクラブチームに行ってっていう生活でしたね。はい、もうスポーツマンだったんですね。そんなに両方バスケットもサッカーも上手ではなかったんですけれども、体を動かすのは好きでしたね。はい、そして地元の県立下松高校、はい、からまた大学もこういう体育の関係の大学、ね、はい、中京大学、はい、沖縄から進学されている方も多いですけれども、ね、はい、同級生もたくさんいますし、後輩もたくさんいますし、はい、結構その時から考えると縁があったのかなとは思いますけどね。はい、これで中京大学の体育学部の健康教育学科という学科に進まれて、はい、そうですね、はい、今は実際中京大学健康教育学科ってもうないんですよ。健康科学科だったと思うんですけども、はい、名前が変わってしまってはいるんですけれども、そんなに競技スポーツを
できるほどレベルも高くなかったですし、ただそういうスポーツには携わっていきたいというのはあったので、健康教育学科というところに進学しました。はいはい、この中で教員さんですとか、はい、インストラクターさんを目指される方も多かったという、はい、ことなんですけれど、はい、一つ中京大のある愛知県ですよね、はいはい、愛知にもちょっとこだわりがあったというふうに。そうですね、はい、J リーグが開幕したのが93年で、僕が小学校6年とか中学校1年とかそれぐらいの時だったので、はい、当時その名古屋グランパスというクラブが大好きで、ストイコビッチという選手がいて、はい、まあ憧れなわけですよ、ね、そんなに、ね、その夢もあるわけではなかったんですけれども、いつかそういうところで、ね、名古屋グランパスと関わりのある仕事がしたいなとはぼんやりずっと思ってはいましたので、進学のきっかけになったのはもう間違いないと思います。はい、もう僕なんかがこう沖縄から、はい、なんかマスコミの仕事したいけど、まあ、東京行けばなんとかなるんじゃないかなぐらいに思って僕正直大学進学したんですけれども、はいはい、もう石井さんの場合憧れを持って名古屋とにかくグランパスに近いところ行きたいっていう。そうですね、はい、結構大阪東京福岡は、まあ、山口から進学する人はすごく多いんですけど、はい、名古屋は僕一人でしたね。でも明確な目標があったわけですもんね。そうですね、はい、そうですね、今となってみればそうですね、はい、そしてこの大学時代に、はい、その名古屋行ったらなんとかなるんじゃないかなっていうのが一つ、はい、アルバイトという形で。そうですね、大学4年生の時に、トヨタスタジアムがその年にオープンしてるんですけれども、トヨタスタジアムのオープンに合わせて、トヨタスタジアムの外でちょっと芝生に携わるアルバイトがありまして、はい、まあ、学生なので時間もありますし、そこでアルバイトをさせてもらったのがきっかけですね。はい、こう実際こうアルバイトではありますけど、はいはい、このスタジアムの、ま、運営とか、はい、こうアルバイトとして携わってみて何か覚えてらっしゃることあります？そうですね、ちょっとそれはコンサートを芝生の上でやるというもので、そのための準備として芝生に保護マットを一面引くっていう仕事だったんですね。で、夜中の間に準備して、夜明けとともに仕事が終わるっていうものだったんですけれども、そこでたまたままあちょっとスタジアムの中に入らせてもらえて、でピッチのすぐそばのベンチにも座らせてもらえて、はいはい、うん、ぼんやりとこうスタジアムの中を眺めながら、まあ、こういう仕事があるんだなと思ったのがすごく今でも鮮明に覚えてるんですけれども、トヨタスタジアムってものすごい大きいスタジアムなの でピッチレベルは地下2階なんですよ。で、深いんですね。深いんですよ、地下2階から、はい、地上3階を見るような感じ、うん、3階4階ですかね、見るような感じなので、まあ、そういうスタジアムって2002年当時は、まあ、あまりないですし、はい、そういうところに入れることも、まあ、あるわけないので、まあ、そこに入って、ああすごい仕事だなっていうのを思ったような記憶はありますね。はい、私も甲子園で決勝戦が終わった後に、はい、僕その時高知県のテレビ局だったんですけど、はい、明徳義塾が夏優勝したことがありまして、はいはい、優勝したチームの県の放送局は決勝終わった後グラウンド入らせてもらって取材できるんですけど、やっぱりグラウンドの中から感じるこのスタジアムの風景、はい、違いますね。なんか別の宇宙に来てるような、はいはい、それはすごくその21歳2歳ぐらいの時にそういう体験ができるっていうのはすごく今考えてみても特殊な体験ですし、まあ、あの場所からそのスタンドを見上げることができたっていうのがすごくこう何ですかね、人生に多分かなり大きい影響を与えたのかなと思ったりもしますよね。はい、僕、まあもともと野球が好きでこの仕事を始めてるんで、はい、どうしても例え野球になっちゃうんですけど、はい、今シーズンのプロ野球のクライマックスシリーズで、はい、甲子園球場が大雨で、はい、阪神園芸さんの、はい、グラウンド整備がすごく話題になりましたけど、はい、一つこうプロのスポーツに携わる仕事として、はい、こう芝だったり環境を整える仕事があるんだっていうのが、はいはい、
一つ学生の頃に分かったっていうのは大きかったんでしょうね。そうですね、よくよく考えるとなきゃ困る仕事なんですよね、うんうん、でも、そこに一番最初には向かないんですよね。まず、ね、サッカーといえば選手だったり、はい、トレーナーさんだったり、コーチだったり、でプラスして、まあ、その管理する人であったりっていうの、チームを管理する方であったりっていうところまでは想像がつくんですけど、そういえばそうだなと、グラウンドあってのサッカーなので、そういう縁の下の力持ちというか、もともとその競技のレベルが高い人間でもなかったので、そういうところに目はすぐ向きましたね。はい、なんかこうもう選手だけでなくても、はい、こうサッカーに携われるって、はい、そういう仕事があるって分かったことっていうのが一つ大きなプラスになったと思うんですけれども、はいはい、このアルバイトがまた今の現在の職業につながってるっていうところもなんかすごいな、面白いなとそうですね、たまたま就職氷河期っていうのが、はい、幸いしたとは思うんですけれども、本当に就職活動してても採用もなかったですし、就職率もすごく低くなってているような年ではありましたので、うん、僕らの時大変でしたもんね、はい、自分で言うのもなんですけどね、そういうきっかけがあって、つながりがあって、でそういう職業に携われてっていうのは本当にありがたいですし、逆に何がきっかけになるかも全くわからないなと、ね、はい、思いましたね、はい、だってもう東洋グリーンという会社に、はいはい、こうスポーツフィールドの芝の維持管理とかメンテナンスの会社に入られて、最初アルバイト採用だったんですよね。そうですね、正規採用ではなかったので、はい、アルバイトとして入社っていうんですかね、まあ、入りまして、はい、そこから少しずつこう契約者になり正社員になりっていうふうに階段を上った形ですね、はい、しかも、はい、こうアルバイト採用から契約、はい、社員にしてもらって、はい、間1年で契約社員になったと思ったら、はい、また突然、そうですね、はい、出張を命じられて、徳島県の方に移動してっていうのは、まあ、すごい会社、いや、まあ今となってはですけどね、今、はい、現状でそういうことはほとんどないんですけれども、あ、はい、まあ本人が許すならばっていうところだと思いますので、うんうん、その時は確かそうですね、日本代表戦が大阪であって、はい、それを見に、まあ、うちの会社の現場だったので見に行って、見に行かせてあげるから徳島行けっていう感じだったかなと今、はい、思いますけどね、はい、しかもこういきなり名古屋からその徳島にはこう、はい、どんなお仕事で行かれたんでしょうか。お付き合いのある会社さんの、はい、工場の中に芝生のグラウンドを作るというのが、仕事でしたね、はい、うん、3ヶ月の間になんとかこうグラウンドを、土のグラウンドを芝生に変えてくださいっていうのが仕事の内容でしたね、うん、はい、うちのラジオは、はい、もう企業名さんとか地名さんバンバンもう出しちゃっていいんですけれど、はいはい、徳島でもうサッカーチームといえばやっぱり、はい、そうですね、はい、徳島ボルティスさんですよね、はい、の前身なんですけれども、はいはい、大塚製薬さんの工場の中に、はい、当時大塚製薬さんが、JFL のチームを持っていらっしゃったんですけれども、懐かしいですね、はいはい、その時に、そちらの工場の中のグラウンドを、うん、まあ、スクールのグラウンドとして活用したいということで、子どもたちのための芝生のグラウンドを作ってもらえないかということで、はい、行きました。はい、だってスタートの時はそれは何か先輩とか分かってる方いらっしゃったけど、う、ね、はいはい、もう3ヶ月ぐらいもう一人でだったんです ね、 そうですね、最初の工事だけ、みんなでワッと入って、その後から養生管理って言って、その芝生を生育させる伸ばす仕事なんですけれども、まあ、それはもう一人でやらせてもらいましたね。はい、やらせてもらえたってもうすごく謙虚で素敵な響きなんですけど、いやいや、実際一人大変じゃないですか。いや、まあ、寂しいですし、はい、心が折れそうになることは何度もあるんですけれども、うん、その都度当時の大塚製薬のサッカー部の皆さんが、はい、すごく声をかけてくださったりとか気にかけてくださったので、まあ、それで乗り越えられたかなというふうに思いますね、はい、その時が23
ですね、23歳4歳ぐらいの時ですね、はい、もう若い時にすごいもう大変な経験も、でも人のありがたみっていうことも、そうですね、未だにあのその当時の方々とはつながってますし、今徳島ボルティスさんで働かれてる方がほとんどなんですけれども、うん、あの徳島に行かせてもらう機会もありますし、4年前ですかね、徳島ボルティスさんが6月に沖縄にキャンプに来られた時があって、はい、まあ、そういう絡みもなんかこう縁を感じるなっていうところはありますよね。そうですよね、はい、そう今まさしくあの沖縄にサッカーチーム、はい、もう J リーグクラブ、うん、もう本当にそれこそ J1 のビッグネームのチームも来てくれるようになってますけれども、はい、石井さんとか、うん、こう沖縄に芝の概念をこう定着させるって言いますか、沖縄の人たちに芝って大事なんだよってことをまず知ってもらってから、こう施設を管理してピッチを整備して、そして今 J リーグのチーム、もう海外からも今来てくれてますもんね。この沖縄でのね、石井さんの活躍の部分もいろいろ聞いていきたいんですけれども、この辺でちょっと1曲挟みたいと思います。さあそれではラジオ聴きの皆さんにはここで一曲聴いていただきます。アレサ・フランクリン、愛は果てしなく。アレサ・フランクリン、愛は果てしなく、お届けしました。さあ今日のアイネットラジオは東洋グリーン株式会社の沖縄営業所長石井陽介さんにお越しいただいてます。引き続きお願いします。お願いします。はい、これでこの石井さん、はい、芝ピッチのスペシャリストが沖縄に来られた、はい、こうご縁っていうのが、はい、まあ、2009年に来られたということなんです。2009年の12月ですね、はい、まあでも沖縄の12月って言っても全然寒くなかったでしょう。そうですね、その名古屋で最後仕事したのがちょうどあの天皇杯、名古屋グランパスの天皇杯をやって、はい、2日後ぐらいに来ているので、はい、すごい寒いところからあったかいなって思いながら来た記憶はありますね、はい、ということは丸もう8年に今度の、そうですね、12月9日で丸8年になりますね。なるっていうことですね、はい、そうやっぱりあの沖縄にいろんないい影響をもたらしてくれる人の一つ共通項って僕、はい、お嫁さんが沖縄の人っていうのがもうラーメンとかで僕そうだと思ってるんですけど、はいはいはい、石井さんも実際そうなんですよ ね、はい、2007年に名古屋で結婚したのが、はいはい、沖縄の方だったっていうところですね、はい、あの名古屋で知り合われたんですか。そうですね、はいはい、そのまま沖縄に来ちゃいましたね、はい、面白いの。奥様は、はい、あの仕事で名古屋に、あ、学生、あ、学生さんで、はい、そうですね、あらまあ、社会人が学生の女の子、いやいや、まあ、あ、そうですね、あ、はい、ところそこら辺あんまり突っ込まない方がいいですか。あ、でも素敵なご縁で、はい、そうですね、結構沖縄から名古屋にも出られる方多いですからね。そうですね、はい、うん、仕事でも進学でも、はい、あ、それで、あ、じゃあご自身の地元とかではなくて、はい、奥さんの地元、まあ、つまり沖縄なんですけど、はいはい、沖縄一緒に行こう、沖縄に住もうと思ったきっかけってどんなことがあったんですか。まあ、ちょくちょく沖縄に来させていただいてて、で、まあ、こういう仕事柄グラウンド見たりとかっていうのも当然やりながらだったので、すごく可能性ある場所なのになっていうふうに感じながら、見てるっていう感じでしたので、まあ、やっぱりね、腰据えて仕事しないことにはいい仕事できないんで、うん、来るんだったらもう沖縄にっていうふうには思ってはいましたので、はい、私本当にもう今でも忘れられないんですけど、はい、やっぱりこうスポーツの仕事していて、はい、今 RBC のザニュースという夕方の平日の番組のスポーツコーナー担当してるんですけど、はいはい、やっぱり RBC 歴史があるんで、はい、過去の映像残ってるんですけど、はい、振り返ってみたら、はい、やっぱりもう J リーグの選手とか有名な方も来てくださってるんですけど、はい、昔の映像ってピッチイコール芝どころか、うん、なんか砂のグラウンド、土のグラウンドで沖縄でプレーしたり子どもたちに教えてる映像が昔はそうなんですよね、はい、
そうですね、その芝生に対する考え方っていうのは、J リーグに関わってる方はやはり結構皆さんストイックに、高いところを目指してじゃないですけど、その選手を守るっていうところと、まあ、あくまで J リーグは興行でもあるので、来ていただいたお客さんがこう鮮明に記憶に残るじゃないですけど、そういうところも意識して管理はされてると思いますので、この芝生がどれだけの影響を及ぼすかっていうのを多分その当時の沖縄の皆さんというか、その芝生がそこまで影響力を持ってるっていうのはあまり想像できなかったのかなというふうには、はい、思いますね。もともとやっぱりプロ野球のキャンプが沖縄まずスポーツキャンプの大きなきっかけですけど、あったかさっていうところが一つ冬場の要素として沖縄に来てもらえる要素として大きくあったので、サッカーもあったかいんだったら来てもらえるんじゃないかって多くの人が考えてたのが実は全然違ったっていうところですね。そうですね、まあ、間違いではないんですよ、あったかいから来るっていうのはもう当然で、一つ大事な要素でもありますけど、もう一番大事な要素なんですけれども、ただサッカーはやはりその上で90分走り回ったりとか、トレーニングで言いますと午前午後2時間ずつ走り回ったりってなると、やはりグラウンドの状態が悪いと、その体が資本の選手たちの怪我であったりとか、いいトレーニングできないとか、そういう影響が出て、結局はそのクラブが勝てないっていうところまで影響してしまうので、そもそもトレーニングキャンプなので、来てもらったからにはいい成績を残してもらう、残したいために沖縄に来るってならないと意味がないので、そのための準備としてやはりその試合会場に準じたというか、一番近い形が取れる芝生を整備していい環境を作って来ていただくっていうのが、その誘致に対する考え方じゃないかっていうところは、いろんな方にはこうお話しさせてもらったんですけれども、これ芝って面白いですよね、はい、選手の体の負担がかからないようにある程度柔らかさも必要だけれども、はい、見た目も綺麗にしないといけないし、はい、こういろんな要素が合わさっての芝っていうところ、はい、一つなんか芝管理の難しさ、はい、裏を返せばやりがいってところにもなるかもしれませんけど、はい、石井さんどんなところに感じてらっしゃいますか？沖縄は特にその土壌が赤土でっていうのを、まあ、よく言われるんですけれども、はい、その芝生が生育する土壌としてはあんまり適してないんですね、うん、で、J リーグをやる施設は砂に変えてっていう風にその下の土壌から変えるところが多いんですけれども、回収して砂に変えてっていうのは実は結構簡単な話で、うん、はい、それはお金さえあればできるというふうになってしまうんですよね。大きいお金投与して、回収工事して、でその後ちゃんと整備すればっていうふうにはなるんですけれども、まあ、今私たちでやらせてもらってるのが、その既存の今まであったところをどう変化させられるか、管理で、今までと同じところに管理をすることによって違う芝生、綺麗な芝生を準備できるかっていうところを一生懸命やらせてもらってるので、うん、そこがまあ難しい点であり面白いところでもあるかなというふうには思いますね、うん、はい、はい。そして私が石井さんと、まあ知識を得たといいますか、はい、お知り合いになることができたのが、はい、一つ2012年の9月から始まった芝んちゅ事業、はい、漢字で書くと、まあ、芝生の芝に人と書いて、はい、沖縄では人ちゅって海んちとか、はい、そういう呼び方をしますけど、はい、芝のスペシャリスト養成にも石井さん大きく関わってらっしゃいますよね。一応講師になるんですかね、まあ、指導員として、はいはい、携わらせていただきまして、3期1期から3期含めて15名の研修生を、指導してきました、はいはい、こうどんなことを、まあ、たくさんあると思うんですけれども、はい、もちろんどんなことを中心こう知ってほしいことってどんなことがありましたか？まずは、目指したい芝生のことをその自分の頭で想像してもらわないといけないので、開講式をやるんですけれども、県庁でやるんですけれども、はい、翌日から J リーグのピッチがあるところにもう1週間研修で飛んでもらって、実際に
今から目指す芝生はこれですよっていうのを見てもらうところからスタートしました、うん、で、まあ、見たこともない芝生を見て J リーグをやってるところを見てもらってこういうのを目指していくんですよっていうのを見てもらって、ただその養生して止めて使わないできれいにするんじゃなくって、やはりその芝生なのでグラウンドですから使ってもらってなんぼっていうところもありますので、利用頻度をできるだけ落とさないでそれでもきれいな芝生を準備するっていうのが、私たちの仕事ですよっていうところを、はい、指導するようにはしました。はい、実際にやっぱり例えばサッカーが好きで、はい、こうプレイヤーとしてもやってらっしゃる方とか、はい、スポーツが好きとか、はい、こう芝生になりたいって思われた方はやっぱりスポーツが好きっていうところが根底にあると思うんですけど、はい、実際に沖縄から、はいはい、J リーグの試合が行われている J クラブがホームグラウンドにしているスタジアム行って、はい、皆さんの反応やっぱりすごいものがあったんじゃないかなと思ったんですが、そうですね、まずは練習場でその、まあ、毎日トレーニングする場所ですよね、そこがこういうそのすごいクオリティ高くて綺麗でここで毎日できる、で試合会場はさらに綺麗で試合が始まればお客さんもすごい人数何万人で来てっていうのは、まあそういうスタジアムに行かないと感じられないことなので、スポーツが好きな人にとってはすごくいい経験なのかなと。でまたスタンドからじゃなくてやっぱりピッチレベルで見れるっていうのは多分僕が一番最初にトヨタスタジアムで感じたことと同じような雰囲気というか、はい、同じようなことを感じてもらえるんじゃないかなというふうには、はい、思いましたけど、うん、どうですかね、実際には聞いてないのであれですけど多分感じてくれてると思います、はい、いやもうこれは本当に、ま、沖縄の場合もうサッカーキャンプも本当にここ数年でもう盛んになってきてるんですけれども、はいはい、昔はやっぱり1回来てくれても、はい、本当に昔って言っても本当にもう10年も経ってない前ですけど、はい、せっかく1回来てくれたのにまたリピートはなかったりっていうこともありましたが、はい、最近はこう定着してくれてると言いますか、はい、もう J1 でも有名なチーム、ね、人気のあるチームがもう何年も続けて来てくれたりってことも増えてますもんね、はい、そうですね、実際芝生調整事業が始まってでサッカーキャンプの誘致の事業も県の方で始めまして、それが両輪となって、サッカーキャンプをしてくれるクラブが増加してはいるんですけれども、次のステップとしてそれが定着してくれるっていうんですかね、うん、トップトップのチームが定着するっていうのがやはり一番その効果が現れるというか、これだけ芝生が綺麗で環境がいいからこう定着できるんですよっていう風なその結果につながると思いますので、そういう意味ではそこがだんだん、まあ、今年の浦和レッズさんであったりとか一時キャンプも沖縄で一時も二時も沖縄でっていう風な定着があると一番喜ばしいことかなとは思います。はい、中城村の吉野浦公園の五三丸陸上競技場、はいはい、プロ野球のキャンプインももちろん取材するんですが、はい、サッカーのガンバ大阪さんがキャンプインしてくれた時に、はいはい、監督さんから、はい、ここすごく環境がいいピッチがいいっていうお話を僕らがインタビュー撮ってる時に、はい、その脇で石井さんがよっしゃっていうような表情で、はい、いらしたのが僕もうその石井さんの嬉しそうな表情もう忘れられないなと思ってるんですけど、実際にやっぱり J クラブの選手とかスタッフとかからもう実際にまた沖縄いいねっていう声石井さんの元にも届いてますよね。もちろんですね、はい、本当に初日から終わる時までよくクラブについても行くので、その時にまた来年もってやっぱり言っていただけるとあよかったんだなっても思いますし、ね、実際監督とかコーチからコーチであったり選手からそういうお声かけいただけるともうそうですねやっててよかったなってなりますよね、はい、嬉しいですよね、はい、しかも本当にプロ野球の場合も同じですけど、はい、たくさんもうトップトップまさに J1 でも上位を狙えるチームがたくさんもう長い期間沖縄に来てくれたら練習試合もできるし、はい、いろいろ都合がいいからますますもうチームも増えるし、はい、定着もしてくれるしっていうところで、うん、はい、今のところ沖縄のサッカーキャンプいいことずくめなような気もするんですけど、はい、現状っていかがですか。
そうですね、四万町制事業のおかげで確かにそのキャンプができる施設がどんどん増えていって右肩上がりでクラブも増えるで経済効果も増えるっていう状況がずっと続いているんですけれども、ここに来てその施設の増加っていうのがもう今ちょっとストップしてきて、うん、まあ、整備するにはそれなりのお金はかかりますし、管理費の捻出っていうところが一番難しくはなるので、増やしたいけれどももう施設の数が限られてて、これ以上はちょっともう受け入れられないんですって言ってお断りするケースがいくつかありますので、まあそこは本当に申し訳ないしもったいないなっていうふうにも感じるところではありますね。はい、このあたりでもうなかなか本当にちょっとなんだろう、もっともっと話がシンプルにいけばいいのにと思うのが、はい、例えば石井さんの会社の東洋グリーンで、はい、たくさんこの四万町で勉強している人たちがこう、はい、もう見入ってくれて、うんうんうん、でそのプロのこうピッチといいますか、はい、スポーツフィールドの整備に特化できればいいけれども、うん、やっぱりなかなかそうもいかないって言いますか。そうですね、雇用の問題ってところもはい、雇用の問題はやはり一番大きい問題だと思うんですけれども、その、まあ、直接自治体さんが、管理をされているケースがやはり多いので、まあ、そういったところで、正規の雇用で芝生の管理をっていうのは、まあ、なかなか、ね、自治体さんでそれをで特殊すぎるので、うん、正規で雇用されるっていうケースはほとんど見られないですし、なんていうんですかね、その雇用でいきますとじゃあその食卓で何年もずっと雇用してもらえるのかとか、生活はどうなるとかっていうところもあるので、結局はその最終的に管理者というんですかね、その技術者が放り出されるケースもやはりなくはないので、うん、まあ、そういったところをちゃんとこう整備していくっていうんですかね、そこがこれから重要になっていくのかなとは思います。そうですね、はい、やっぱりしっかりした技術を持ってる人が、はい、一生懸命働いてる人が、はい、ちゃんとご飯、ね、食べられる仕組みっていうのは作りたいですよね、はい、やはりこういう仕事って、まあ、クーラーも効いてないですし、うん、外で暑いですし、で冬は冬で寒いですし、うん、好きじゃなきゃできないですし、はい、でこの仕事にやはりちゃんとした給料がもらえて、プライドを持って取り組めるかどうかっていうところが結構重要な部分になってきますので、やりがいだけでそのできるものでもないんですよね、うん、やはり生活が成り立って、はい、この仕事が続けていく仕事として、この仕事で僕はずっと一生飯を食っていきますって言えるかどうかっていうのはやはりそういう給料のところにどうしてもかかってきますので、うん、まあ、そういったところが雇用形態とか、そういったところがこう整備されると本当は一番安心してみんながこう技術を発揮できるようになるんじゃないかなとは思うんですけれどもね、はいはい、そして、まあ、5年余りですかね、はい、かけて行われた四万町養成事業、はい、まあ、県が主体という形ではあるんですけれども、はいはい、その3期15人の方が卒業されて、はい、一応こう今年度で、はい、まあ、終了という形にはなってはいると思うんですけれども、はいはいはい、またこっから先こう四万町養成事業で芝んちとしてのこう知識を得た皆さん、まあ、15人の皆さんが全てこう今芝に携わるお仕事をされてはないとは思うんですけれども、そうですね、はい、またこの蒔いた根、はい、今の雇用の話にもつながっていくと思うんですけど、はい、こうなっていってほしいという石井さんの思い、はい、どんな形が望ましいんでしょうね。そうですね、それぞれが責任持ってできる施設ができて、その活躍できる場所が与えられて、で生活もしっかりできてっていうのが一番望ましい形ではありますし、ただそれができないんであれば、弊社のようなそういう芝生を管理している、民間の業者であったりとか、まあ、関係するところでしっかりその、技術を磨いて、でさらに沖縄県の方でも今その芝んち育てた芝んちをどう活用するかっていう授業も今、はい、検討されて実際やられておりますし、そういう意味ではそういったところでちゃんと力を発揮できる場を与えていくっていうんですかね、活躍できる場があり続けるということが大事になっていくので、ずっと
そういうブランドの管理とかをやらせてもらえるといいなとは思いますけどね。そうですね、はい、この中でまた石井さんにはね、はい、またあの芝のスペシャリストというお顔の、はい、もう一つプラスして、はいはい、実はコーチもやってらっしゃるって、ね、B 級ライセンス持ってらっしゃるっていう話もぜひ伺っていきたいと思いますんで、はい、もうあっという間なんですけれども、収録40分経ってます、はい、やっぱりなんだろう、熱い思いを持ってる人と話すとあっという間なんですよね。毎回収録こんな感じなんですけれどもね。ではこの辺でまた1曲挟んで、はいはい、ラジオ聴きの皆さんにはここで、まあ、コーヒーブレイクと言っていいんでしょうかね、1曲またここでお届けしたいと思います。ビリーアイドルスピード、ビリーアイドルスピードお聞きいただきました。さあアイネットラジオ残りあと12分ほどございます。ここで大事なこと、触れておきたいこと、石井さん、はい、はい、サッカーのコーチもされてらっしゃる。そうですね、はい、たまたま取った B 級ライセンスが活躍してますね、はい、あのまずちょっとライセンスの話を、はい、ライセンスってなんだ、 B 級ってなんだって方もいらっしゃると思うんですけど、はい、まず一番分かりやすいの J リーグの監督さんできる人は S 級ですよね。その中でまた A、B、C という形であると。そうですね、はいはい、日本サッカー協会の公認のライセンスが S、A、B、C、D まで あります、はい。あの石井さんもう B まで取られたっていうのは何か理由があったんですか？はい、愛知県にいる頃に、フットサルをずっとやってまして、はい、でフットサルのコーチをやってたんです。まあ、選手を27の時に引退して、はい、そこから3年間コーチを勉強してフットサルのコーチをずっとやってたんですけれども、当時はまだそのフットサルのライセンスがなくて、そのうちフットサルのライセンスもできるっていう、移行されるだろうっていう話があって、その時には、B 級まで取っといた方がいいよっていうのがあったので、そこで、取らさせてもらいました、はい。 B 級、まあ、あの試験があるなっていうのは分かるんですけど、はいはい、例えば B 級の試験ってどんな試験があるんですか？筆記問題、筆記もありますね、はい、指導の実践ももちろんありますし、はい、で筆記もそうですね、当然ありますし、4泊5日の指導実践が2回と、4泊5日 そのお勉強が1回という感じですね、はい。B 級でもそんなにやっぱり長い期間しっかり、はい、そうですね、はいはい、今となっては絶対いけないですけどね、はい、B 級を持ってればどこまで指導できるんでしたっけ、はい、基本的には国体の青年男子の監督は B 級を持ってないとできないので、はいはい、そこまではできる資格になりますね、はい。そのライセンスをお持ちの石井さんは実はあの Q リーグ、はい、九州リーグというカテゴリーがありまして、はい、あの先ほどから話にも出てます JFL っていうのが、はい、あの日本フットボールリーグといいまして、はい、J リーグの、まあ、下部って言ったらちょっと失礼な言い方になるんですけど、うん、アマチュアでは今、はい、国内最高峰リーグで、はい、その JFL のまた下のカテゴリー、はい、地域リーグになるわけで、はい、まあ、沖縄から見たら沖縄県リーグの一つ上になりますよね。九州リーグで、今10チームになりますね、はい、ね、はい、来季から10チーム、1チームはあの JFL に上がりましたんで、ね、はい、でね、はい、あの九州リーグ、あの一つ例えば県リーグで、まあ、楽しくサッカーをプレーして働きながらって方も本当にたくさんいらっしゃいますけれども、はい、九州リーグ、はい、まあ、基本開放銀行 SC、 あの銀行の職員さんだけではなくて、はい、まあ、いろんなお仕事の方が、ね、はい、あのまあ趣味っていうよりも一つ社会人だけれども仕事しながらだけれどもちょっと上を目指していきたいっていう人たちの集まりですよね、はい、そうですね、一生懸命やりたい、せっかくここまでやってきたサッカーをその大人になったからやめるのではなくって、あの大人になっても仕事をしながらでもそういう高いレベルを経験したいというか、ずっとやっていきたいっていう人のための、開放銀行サッカークラブっていうのかなと思います、はいはい、私も取材で本当によくお世話になってるんですけれども、はい、一つまだここでお仕事をしながらっていう中に、はい、この芝ん中のお仕事もされながら、はい、あのサッカー選手として、はい、会員の選手として活躍されてる方も多いですよね、はいはい、そうですね、東洋グリーンで弊社で働きながら、サッカーも一生懸命やって、
まあ、僕の希望としてはここまで沖縄県の、ね、指導者さんであったりとか沖縄県にこう育ててもらったわけですから、どこかでそれを恩返しじゃないですけど貢献できることといえば、まあ、そういった一生懸命頑張ってきた県内の選手が大人になってもさらに一生懸命仕事もサッカーもやってるっていう姿を子どもたちに見せてあげてほしいなというふうに思いますので、まあ、そこを少しでも協力できたらなというふうに思ってます。その開幕って本当にもう開幕、今年は、はい、ね、全国社会人選手権にも、はいはい、出場してというところで、はい、まあ、サッカー好きな方には全社という、ね、そうですね、はいはい、名前でおなじみですけれども、はい、活躍してて、やっぱりそれプラスやっぱり子どもたちへのこう指導ですとか、はい、そういったところも積極的にやられてて、はい、ここにちょっと一つ、はい、海銀 SC の存在意義っていうところは大きくあるんじゃないかなと思うんですが、はい、毎年1回キッズフェスティバルっていうのを海銀 SC で開催させていただいてまして、そこには10歳以下の、子どもたちを呼んで、で会議の選手たちと触れ合ってもらいながら、僕らができる恩返しということで、できるだけ綺麗なというか、その自分たちが管理しているグラウンドに10歳以下の子どもたちを呼んでサッカーしてもらうっていうんですかね、そういう天然芝の上でサッカーができる環境を作りたいと思ってますので、そういったところでキッズフェスティバルを開いてます。はい、はい、まあ、県内でいうと、まあ、県総でしたり、はいはい、吉野浦の小さまる陸上競技場でしたり、はいはい、いくつか拠点はありますけれども、はいはい、やっぱり子どもたちの反応も違うでしょうね、綺麗な、ね、はい、なかなか、まあ、最近でこそね、すごくやる機会というか、そういう芝生の上でプレーする機会が増えたと思うんですけれども、まあ、僕たちのできる恩返しっていうのはそういうところになってくるので、できるだけ自分たちの管理して、で自分たちで準備して、で子どもたちに楽しんでもらうっていうのが一番、そこが多分大事なところなんじゃないかなと。そこを経験して、今は実はそこでキッズフェスティバルをやって時の子で選手になってる子もいるので、いや嬉しいですね。そういうのは、はい、本当に嬉しいなと思いますし、うん、どんどんそういう子たちが出てくるといいなと思いますね、うん、はい、こうサッカー好きな人たちがサッカーに携わりながら、はい、それは試合に出るっていうこともそうだし、はい、仕事としてっていうこともそうだし、はい、やっぱりその先にやっぱりもう石井さんの言葉の中によく登場するキーワード、はい、やっぱり子どもたち、はい、やっぱり財産を残すっていうところ、はい、やっぱりその思いっていうのが一番こう強いのかなっていうふうに思うんですが、はい、子どもたちが安全なところでプレーできるとやっぱり怪我のリスクがなくなりますし、うん、怪我のリスクがなくなればプレーの幅も広がるし、上手になる可能性も広がるし、もしかしたらここから日本代表の選手が出てくるかもわからないですし、そういう、ね、可能性を秘めてるので、はい、もう僕が今から日本代表の選手には絶対なれないので、どうあがいたってなれないので、そこをプレーするとこを頑張るんじゃなくて、うん、そういう環境を作るのは大人しかできないですから、うん、環境作りを一生懸命頑張って、そこでそういう日本代表になれるような選手とか J リーグの、ね、選手になれたりとかっていう子どもたちが出てくるといいなっていうふうには思いますね、はい、そうですよね、はい、今やっぱりお話伺って思い出したのが、はい、女子サッカー、はい、九州リーグの一部で県勢2チームが今年優勝争いして、はい、1位が琉球デイゴス、はい、2位がヴィクサーレ沖縄 FC ナビータというところで、はい、九州リーグでこう戦えるようなチームが出てきて、はい、やっぱりそういうところで例えばこれまでサッカーフィールド、はい、ピッチがあって、うん、でも女性のチームが安心して着替えられる場所がなかった ね、うん、そうですね、だからクラブハウス作ろうとか、はいはい、こう波及していってますよね、はい、サッカーキャンプをやることによって結局プロが来るってなると外で着替えろなんて絶対言えないですし、うん、はい、プロが、ね、来るからにはじゃあそういった施設も整備しましょう、うん、じゃあサッカーのためにだけなのかとか、まあ、いろんな話は出てくるんですけれども、当然でもサッカーをやる人口っていうのは、男子だけじゃないんですよね、はい、女子サッカーって沖縄はすごく盛んですし、そうですね、そういった方々のためにじゃないですけど、女子が着替える場所、安心してサッカーできる、
土の上じゃなくて天然芝でっていうのは、うん、やっぱり競技人口を増やす上にも大事なことですし、そこはやっぱり安心してプレーする部分の一つになるんじゃないかなと思いますので、はい、大事なことかなと思いますね。そうですね、はい、もうたくさん、もうあっという間にあと放送時間残り2分ほどになってきたんですけれども、はいはい、やっぱり、ま、未来にこう沖縄への財産をこう、はい、残していくっていうところ、はい、石井さんの思いっていうのをすごく聞いてくださってる方も伝わったんじゃないかなと思うんですが、はい、また改めてまた沖縄でね、はい、またまだまだまだしばらくずっといてくれるものと僕は思っているんですけれども、ね、はい、僕もそう思ってます、はい、よかった、はい、またさらに、はい、こう石井さんの目標とか夢って、はい、胸に強く刻んでらっしゃることってありますか？まあ、沖縄の、子たち、まあ、今働いてくれてるうちの社員もそうですけれども、はい、彼らが沖縄を代表する施設の管理をしっかりやって沖縄でちゃんとそういった施設を作り出せる、でまた、ね、スタジアムっていうお話もありますし、そういったところを含めて、サッカーに携わるというかそのスタジアムに携わってそういった方々がの輪が広がっていってよりもっと環境が良くなればいいですし、もっともっとなんかこう真剣に打ち込めるものがそこで見つかってくれるといいなというふうには思いますので、まあ、サッカーがきっかけですけど、はい、僕の場合は芝生が、ね、きっかけですけれども、うん、まあ、たかが芝生ですけどそこがそれが財産となってね、いろいろこう沖縄県で広がるといいなとは思います。はい、石井さん今日は本当に熱い話、はい、本当にありがとうございました。僕ももう取材を通してということが今のところメインにはなりますけどね、はい、またまたもっとこの環境の大切さ、はい、そして沖縄のスポーツを縁の下で支えてくれている人たちの存在ということももっともっと広く知ってもらえるように努力していきたいなと思います。本当に忙しい中今日はお付き合いありがとうございました。またタイミングあったら、はい、芝んちで頑張ってる若手選手などを連れてきて遊びに来てください。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。今日は芝のスペシャリスト東洋グリーン株式会社石井陽介さんにお越しいただきました。本当にありがとうございました。アイネットラジオ今日のお相手は吉田哲太郎でした。それでは皆さん素敵な夜を。